ここからはサッカー明治安田 J2 ファジアーノ岡山についてお伝えします。ファジアーノ担当の東條さんと一緒にお伝えしていきます。はい、さて加地さん、突然ですが、はい、こうした番組出演、そして解説、現役時代のインタビューなど、はい、受け答えが上手だなと常々思っていたんですけれども、はい、どこかで学ばれました？いやいや、もうその当たり前なんで、もう自然に自然にセンスある、内から出てくるもの、はい、なるほど、はい、今回ですね、ファジアーノ岡山による新人選手らを対象にしたインタビュー研修が行われまして、はい、なんと私東條が講師として行ってきました。先生じゃないの？昨日ファジアーノが新人研修の一環で行ったインタビュー講座、太田、藤井、そして川上、吉尾といったルーキーのほか、5月にレンタル加入した早川、今年完全移籍した井川の6選手が参加しました。この研修、今年初めて地元メディアを講師役として招いたんですけれども、弊社テレビ瀬戸内が選ばれまして、なんと私東條が講師を務めてきました。はい、研修ではインタビュアーの気持ちやこれまで印象に残ったインタビューなどについて話した後、受け答えのコツを伝授、質問の意図を汲み取って答えるなどポイントをお伝えしましたよ。そして最後は2人1組でお互いにインタビューし合ってもらいました。正直あのゴールは気持ちで押し込みました。勝負飯を聞いてもいいですか？はい、勝負飯はカツ丼です。それはどうしてですか？やっぱりカツ丼のカツという言葉が入って、まあ演技がいいなと思っているので、では最後にサポーターに向けて一言お願いします。これからの試合、必ずサポーターの力も必要になってくると思います。これからも共に一緒に戦いましょう。はい、小林さん、いかがですか？いや、しっかりしてますね。もうユーモアがもう少しあればよかったですね。あ、さらにユーモアが、はい、まあ、今回本当に受け答えが上手な選手が多いなと驚いたんですけれども、加地さん、メディア対応、そしてインタビューのコツ、はい、教えてください。そうですね、もう自分の思いをもうぶちまけるという、みんなに知ってもらうというね、チーム個人もそうですし、はい、クラブもそうですけど、知ってもらうということが大事なので、今本当にね、大事だと思います。いっぱい喋ってください。伝え、ね、はい、ると、まあ、今回研修を受けた選手たちがヒーローインタビューを受ける姿も期待したいと思います。はい、そんなファジアーノについて、ここからは舵が切ると題しまして、テレビ瀬戸内で生中継する明日のホーム群馬戦の見どころや、勝利するためには何が必要なのか、解説の加地さんにズバッと切っていただきます。はい、加地さん、リーグも後半戦がスタートしました。はい、その初戦となる熊本戦、劇的ゴールで勝利、いやこれは良かったですね。ちょっとハラハラしましたけどね。まあ、でもこれはまあアウェーで勝ち点3をまあ持って帰ってこれたっていうのは非常に大きいですし、はい、まあ、やはりこう末吉選手がね、決勝ゴール決めたというのはまた明るい材料ですね。はい、そんなファジアーノなんですが、ここまで20試合終了しておりまして、はい、勝ち点は34、9勝7分け4敗でリーグ20チーム中5位となっております。シーズン前に加地さんが予想されていた順位というところでしょうかね。まあ、そう簡単にはいかないですね。はい、そして失点は16とリーグで3番目に少ない数字と、これはまあ好材料ですよね。まあ、これはね、もともと本当に強いチームなんで、あの守備が強いチームなんで、まあ、ここを元にね、どれだけ、はい、得点を取れるかですね。はい、そして順位の5位に対して得点は26でリーグ7位、加地さん、この評価はいかがですか？ここはもう少し取れてもいいのかなという感じはしますし、まあ、取るタイミングですよね。やっぱり固め取りではなくて、やはりこう引き分けの試合がやはりこう多い中で、その引き分けの試合をどれだけこう勝てる試合に持っていけるか、まあ、そこでどれだけ勝ち越しの点を取れるかというところが、まあ、上積みになってくるのかなと思いますね。これから、まあ、かなり大事になってくると思います。はい、まあ、そんな課題でもあります攻撃を活性化するために、加地さんの注目選手を見ていきます。まずは鈴木選手です。
そうですね、やはりこう前線の選手が注目されがちなんですけども、やはりこう鈴木選手のポイントというのはやはりこうパス出しですよね。後ろからの配球でどれだけ前線にいいボールを送りながらパスを配球するのか、それプラスやはりこう両サイドでオーバーラップしながら厚みを作っていくのかというところが大事になってきますね。まあ、自分のところでやっぱもう着べるところが良さだと思うし、まあ、そこでプラス相手を剥がせてプラス1を作れれば前でこうフリーな選手は作れると思うんで、まあ、そういうところは意識してやってますね。続いて阿部選手です。まあ、かなりね、僕も一緒にプレーしたことあるんですけども、守備力の高い選手で、まあ、そこから守備から攻撃に移るっていうところの、まあ、配球ですよね。守備から取ったボールをどれだけうまく前線に運べるのかっていうところがポイントになってくるので、彼にはそういうところを期待したいですね。梶さんの注目選手が阿部選手と。本当ですか。いかがでしょう。そうですね、梶さんは自分が高校3年生の時に、まあ、練習参加した時に一緒にプレーして、はい、それ以来だと思います。嬉しいですか。嬉しいです。顔にすごい出てる、はい、常に前の選手の動きは見ながら、その空いてるスペースに流し込むことだったり、その奪った後の一つ目のボールの質っていうのは本当に点を取る上で大事になってくると思いますし、そこにしっかり届けられるように見ておきたいなと思います。はい、そして最後は藤田選手です。まあ本当ね、チームの心臓ですよね。やはりこう後ろからの配球に対してつなぎ役、前線に運ぶっていうところの中間役にもなりますし、まあ、相手のプレッシャーを剥がす能力もあります。まあ、最後にねラストパスも出せる能力もあるので、まあ、そういうところの明日前後でっていうところを絡んでほしいですね。相手がこう前からプレッシャーに来て、やっぱねエリアを狭めてボールを取りたいと思うので、まあ、そういったことにならないように自分がうまくいいポジションでボールを受けれればうまく前に進んでいけるのかなと思います。はい、こうした3選手がいかに攻撃を活性化していくのが大事になってくるんですが、はい、対戦相手の群馬、ここまで勝ち点9、リーグ最下位につけているんですよね。まあ、こういった下位のチーム、戦いづらさというのはあるんでしょうか。いや、もうもちろんあると思います。最下位のチームなんで絶対に勝ち点3を取ってやるっていうさらに強い気持ち来るんで、まあ、その中でそれを上回る気持ちと、やはりこう、まあ、戦術的にはいろいろ部分もあると思うんですけども、それを上回ってやはりこう前半からねどんどんこう仕掛けていかないといけないっていうところはあると思いますね。パワーと気持ちが大事になってきそうですかね。はい、はい、そして群馬にはファジアーノ岡山でもプレーをしていました串引選手、そして川本選手が入っています。警戒したいですね。いや、そうですね、串引選手からゴールを取って川本選手をしっかり抑える、もうここだけですね。もうこの2人はね要注意です。そして梶さん、はい、総括的チェンスですね、はい、明日の群馬戦ファジアーノどう戦っていくべきですか。まあ、そうですね、やはりこう明日天候も悪いということもあって、やはりこう、まあ、空中戦はやっぱり有利かなと思うんで、まあ、そこを利用しながらやっぱ地上戦でも持ち込みたいですけども、やはりこうセットプレーだったりやっぱクロスだったりっていうところがそこがポイントになってくると思いますね。やるかお選手であったり、柳下選手の、ね、活躍も期待したいですよね。はい、そして明日の予想スタメンこちらです。はい、梶さん注目の3選手に加えて、先ほどもお伝えしました柳泰孝選手、明日がバースデー誕生日ということで、バースデーゴールも期待したいですね。自ら祝ってほしいですね、これね。そうですね、はい。そして、まあ、ディフェンダー陣も含めたこう分厚い攻撃というのがこの群馬戦攻略の鍵となってきそうです。はい、さあ、そしてですね、最後に恒例となりましたけれども、はい、スコア予想、梶さんお願いします。来ました。どうでしょう。もう今回は圧勝です。圧勝、はい、ドン、おお、4対0でございます。4対0。これちょっと下から見るちょっと下の方に、ね、梶さんメモ書きがありました。下大事ですよ、ここ、はい、ここ教えてください。はい、はい、前半10分ルカオ、前半32分岩渕、後半23分木村、後半40分柳木。最後はバースデーゴールで、バースデーゴールで、これはテレビ出演、これもう最後まで見逃せないですね。ね、中継のこともありがたい、ありがとうございます。はいはい、もう明日は絶対に目を離せない試合です。梶、はい、さんが予想されたスコアの中で一番高いですよね。高いですね、うん、今まで2点が最高でした、うん、はい、そうですね、4点、ゴールラッシュね、期待したいですよね。はい、はい、
では明日のファジアーノ岡山のホーム群馬戦、はい、テレビ瀬戸内では夜6時58分から生中継でお伝えします。解説は梶さん、実況は私登場、そしてピッチリポーターは小野桃香アナウンサーです。テレビの前で、そしてスタジアムで皆さん心一つに応援しましょう。ぜひご覧ください。